甲斐甲府市愛宕神社に来ています。こちらにはですね、長坂長官祭の、お墓墓石と呼ばれているものがあるんですね。長官石っていうものらしいです。ちょっとお墓かどうなのかっていうのは、いろんな、話があって、ちょっと確認、正式な確認っていうのはしてないんですけども、おそらく元墓石もしくは供養塔みたいな、ちょっと形も変わってるんですけどもね。長坂長官祭はですね、武田家の武将なんですけども、小笠原氏ですねの、文系の子孫になりますけども、戦国時代活躍した武将になりますよね。生まれが1513年ぐらいですから、結構早い生まれですよね。で、武田家滅亡で、天目山の戦いに、殉じている、または捕らえられて、首を切られたと、斬首されたという話もあります。または途中で、逃げ出したという話もあって、ちょっと はっきりしない最後があるんですけども、最後の部分があるんですけども、出家の前の名前もたくさんあってですね。で、長坂市自体はですね、拠点はこちらの付近ではなくてですね、韮崎とか向こう側に方なんですけども、長官祭という方も名前がですね、大体三つ鷹という名前で通すことが多いんですけど、虎房とか頼広、国清、あともしくは、そのまま長官祭、あとは筑後の神とかですね、官位で呼ぶ場合もありますし、大体、信虎公の時代から使えていてですね、信玄勝頼と、結構長く、重臣だったということが言えますよね。だから1582年ですから69歳ですかね、結構、年配の方だった。武田三代にわたって使えた、重臣という形になりますよね。なんか長官祭ってもう一人いるんで紛らわしいんで、こちらは釣りの方ですね、釣りの方の関西、で、長官祭、釣り関西としてちょっとお話をしますけども、主に信玄公と勝頼公の時代に活躍した人になります。三代とは言ってもですね。で、特に信玄公と、あと信玄公亡き後の勝頼公に関してで、活躍があったと。どちらかというとですね、もちろん武将なんですけども、戦国武将なんですけども、側近というかですね、信玄の側近にはいろんな方がいましたけども、例えば今狛江紅白祭とか、そういう方に近いような位置にいたと思われます。先頭を切って、武士団を引っ張っていくっていうよりは、どちらかというと内政面とか外交とか、そういうところで活躍が見られるという形、奉行人っていうんですかね、何々奉行とか、戦場の、話よりも、そういったやり取り、外交でのやり取りとか、そういったことに長けていたのではないかと思われ、またそういう職務にもついていたと思われます。で、勝頼期になってもですね、後で勝助という人がいたんですけども、その人たちとともにですね、勝頼の、側近中の側近ということでですね、武田信豊と、この3人がですね、特に勝頼のそばにいた方だと思われます、はい。で、そのお墓なんですけども、ちょっとこれがそうらしいんですよね。ここの位置にあって、この神社もで移ってきてるみたいなんで、もともと別の場所にあったらしいんですよね。愛宕神社って火の神様ですかね。普通はあまり、ここ神社ですけど、お寺、菩提寺、いわゆるこういったお墓を供養するようなお寺ではないんですよね。だから後ろに一般の方のお墓が少しありますけども、ここ神社は神社なんですけどね、お寺があったんじゃないでしょうかね。神社が菩提寺っていうのもなんか変な感じなん で、これがですね、ちょっと異形ですけども、お花を飾れるようになってますから、供養塔なんでしょうね。これあれですね、石碑というか石ですね。コンクリートではないです。ちょっと下がね、コンクリートみたいに見えますけど。
自然石を加工しているものだと思います。これが長官石、長官の石と言われているものですね。ちょっとどういう形なんでしょうね。特に何か、あ、字体も何か書いてあるようですけどね。ちょっとこれは専門家でないとわからないと思いますよね。まあ、どういった言われ、まあ、ここに大事にこういうのように祀られているというか、ありますということは何かあるんだと思うんですよね。お墓っていうか、まあ供養塔ですかね、長官祭の。はい、まあ、ちょっとはっきりしない部分あるんですけども、はい、武田氏三代に仕えた、武田信玄勝頼公の、特に側近でありました、長坂長官祭三鷹湖の、お墓供養塔でしょうかね、のある朝、甲府市の愛宕神社でした。